本日は ANA の最新フラグシップ機ボーイング 787-10 に乗りまして東京から大阪へ帰りますと言いましたが、まだ僕は東京駅です。おはようございます。というわけで今東京駅の丸の内駅舎前におりまして、これから東京駅から品川、そして品川から京急に乗り換えて羽田空港まで行きます。今回はいつもね JAL 使うんですけど、今回は ANA を久しぶりに使いまして、ANA の最新フラグシップの機材ボーイング 787-10 という超でかい飛行機にね乗ろうと思っております。ただ座席とか個人モニターですね、そういうのも結構最新型のものになってるそうです。どんな機材なのか気になりまして、今回わざわざその便をね狙って予約いたしました。確か ANA の航空券予約するときに機材の名前がいろいろ書いてると思うんですけれども、その機材の書き方としては 78K だったと思います。で、羽田空港のターミナル内は撮影一応禁止というか、なんか控えるようにっていう感じなので、もうここで全部喋っちゃいますけれども、 ANA もねウェブチェックイン、オンラインチェックインをしておかないといけなくなりました。で、まあ僕はもうしてるんですけれども、今回のフライトは羽田空港12時発ちょうどですね、12時ちょうど発で大阪伊丹空港まで1時間ちょっとで着くという感じになります。便は ANA023 便、まあ、モバイル搭乗券がね ANA の場合はウォレットに入れれるのでそれをかざせばいいわけですが、今回またリュック一つなんでね、別に預ける荷物もないので、空港に着いたらそのまま保安検査場に行けばいいということです。で、羽田空港は JAL も ANA もスマートレーンというのを導入してまして、パソコンとかペットボトルとかこれまで出さないといけなかったんですけれども、出さなくてよくなったんですね。ということでそろそろ向かっておきたいと思います。今はね朝の10時です。2時間前ですね。いつも丸の内北側から入ってるんで、今回南から行きましょうか。ましたけど、また手荷物と靴をお持ち込みのお客様は小さな手荷物は前の座席の下にお入れください。座席の上の物入れの手荷物が安全に収納されているか客室乗務員が適宜確認いたします。向きを変えたり移動が必要な場合にはスムーズな搭乗のためます。また出発前のただいまの時間も非常ドアが閉まりましたら非常室をご使用。ドアが閉まったらしいですけど、まさかの横2席空いてますし、半分後ろはもうほぼガラガラですね。ただこの座席 41K は真横に窓がないんで
ちょっと斜め前かな。ご搭乗ありがとうございます。Welcome on board. Please pay attention to the following safety instructions. ANA, Inspiration of Japan.モニターはでかくて見やすいですけど、ちょっとでかすぎて酔うな。2つのメジャー一度に全画面を見るのはきついですよ。なんかこの辺とこの辺を分けて見ないと、ね、見切れないぐらいでかいです。もうしばらくお待ちください。普通席の皆様に今日の機内サービスについてご案内いたします。離陸後ベルト着用サインが消えた。シートベルトをもう一度お確かめください。小さなお子様をお連れのお客様はお子様を。これは東京駅で予約していて朝受け取った縁側寿司です。なんか最近人気らしくて全然売ってなかったんで、もう3回目なんでね、予約してついに買うことができました。これお昼にいただきます。飛行機の中で駅弁。スープです。でね、ご飯食べるからってお手拭きもくださいました。ありがとうございます。まずはそのまま食べましょう。端っこは何もつけてないです。あんまり縁側を食べた経験ないですけど、なんかめちゃめちゃ美味しい気がする。脂身は確かに多いですけど、なんやろう、旨味がしっかりしてるかな。てか普通に酢飯もうまいし、歯ごたえもしっかりしてるんでめちゃめちゃ美味しい。美味しいでしょう。次はわさび。
正直そのままの方が、そのままでも十分美味しいと思いますけどね。やっぱりわさび醤油は慣れてるというか食べ慣れてる味なんでしっくりきますね。どっちも美味しい。私は全部食べました。あとはスープゆっくりいただきます。今日はあいにく外はもう雲で一面なんで全然景色は見えないんですけれども、一応今静岡上空らしいですね。もうすぐ着陸態勢に入ると言ってます。ちょっと早すぎて取れ高が心配になるわ。体感的に結構高度が下がってきたと思うんでちょっと見てみましょう。すごい速さで下がっていってます。多分奈良県とかの上を通っていくんだと思いますけど、12時50分ですけど着陸態勢に入ってシートベルトサインもつきました。もう三重とか奈良あたりですね。あと多分15分くらいで、13分か、ちょっと早いですね。到着です。順調ですね。今奈良県上空です。こんな感じですが、天気悪いっすね。一応雲の下には来ましたけど、曇りたまに雨って感じらしいです。見てください、生駒山脈に壁ができてて、あそこにだけ雲がある。面白いな。この生駒山脈を越えて大阪府に入ります。飛行機で大阪帰るときいつも A 席の方ばっかり座ってたんで、こっち側で着陸するの久々ですね。花園ラグビー場が見えます。そしてこれは近畿道です。高速道路、あれが鶴見緑地かな、おそらく。小物類は着陸の際座席の下や隙間に入り込み、壊れたり取り立てなく大阪の水流淀川、これを越えるともうすぐに着陸です。名神高速が見えますが、この先がもう空港なので、この建物スレスレなのがいいっすよね。思ったより雨降ってなくてよかったですね。これプレミアムクラスですかね。今日も551は大盛況ですね。はい、ということで大阪空港戻ってまいりました。戻ってまいりましたというか、こっから出発してないんですけど大阪に帰りました。まあ、分厚い雲でもね、あんだけ楽しめるんで1時間足らずで着きますから。大阪羽田はね、非常に快適で早いもんですね。ということで僕はもうこのまま帰りますんで、動画はこの辺で終わりにしたいと思います。
ということで、ありがとうございました。